パーチャマでございます。賛否両論、賛はないかな、ピピ両論あると思いますが、チャマくんのザ・ジャーニー続けていきたいと思います。続けさせてくださいということで、ベスターイリアムス、そろそろじゃない、そろそろ来んじゃねえの、お兄ちゃん来ないのかな。確かにね、確かにみんなの言いたい気持ちわかる。おいチャマと、お前はね、ウィリアムス主人公3人、キム、キムはでも結構活躍してるよ、ハンターとウィリアムスと、お前活躍させとんのかな、勇気、言葉がね聞こえてきそうですが、そういうことじゃない、いい時も悪い時もあるって、そりゃそれがプロだろ。勝たんかいウィリアムス、こことかどう、なんでやねん、なんでやねん、これどうだ、いいね、いいよ、タイムドフィニッシュと思い出したよ、なんでやねん、その調子じゃないだろ。キーパーに、キーパーにさ、あれだね、ボールいったら地味にさ、パーフェクトなのに勝てないの、これ選手の能力か、俺の上げる球が悪いのか、いいぞいいぞ、いらんな、 D だってもっと頑張れ、すいません、 PK、 この画面の時だけさ、なんか明るくない、いいね、この枠狙っていこう、こんぐらいかな、止めんなよ、お、いいねいいねいいね、これ簡単に、これ簡単にいけるぞ、え、あんな、あ、ずれてた、あんなずれる、枠ない、枠いってるよね、触るんか、触るな、こんぐらいでしょ、ずれてないでしょ、いや取るんかい、やめろお前、空気読め、キズにまた怒られるだろ、よし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 、A 取りましたね、 A 取りました、一つは D でしたけど、もう一つ最後の方は A なんで、お許しくださいご主人様、よし、完全左上の監督レート、クイーン行ってるからな、もう絶大な信頼得てるよ、あとはターゲットマンになる、なる、それだけだ、そろそろ来るんじゃないの、パリサンジェルマン来い、お兄ちゃんとの対決、ちょっとそこのムービー見たいです。ロードが長えな、こら。来た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 、見よう。来たぞ。極み濃厚カフェオレ、飲んでおります。うん。あ、いる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 、お兄ちゃん。お兄ちゃんいるぞ、これ後ろ。こいつ兄ちゃんだろ。だいぶお兄ちゃんだね、顔見ると、お兄ちゃん全然こっち見てこないじゃん、ウィリアムス家のクリスマスは楽しそうだもう眼中にねえみたいな悪役の顔してんな、お兄ちゃん勝つぞ、お兄ちゃんに絶対、お兄ちゃんに勝ってやる、しかもこれ勝ったら多分グループリーグ突破確定ぐらいの、まあ、後のメンツ見たらね、可能性ありますんで、ロード長えな、おい、実況解説も言うのかな、兄弟が出てますみたいな、そうですね、皆さんこんにちは、今日の試合はパリサンジェルマンレスターシティグループステージ第2節です、注目選手は出てくるかな、お兄ちゃんと実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんも、飯食ってるか、福西さんよろしくお願いします、よろしくお願いします、食ってないな、グループステージは6節までありますが、トースト1枚ぐらいだな、この第2節まででどれだけ勝ち点を稼げたかが今後の戦い方に大きく影響してきます、3ポイント今日の試合は大事ですよ、レスターは引き分けで1ポイント、本日の試合はここ勝ってね、気持ちよく、デスターステイの顔、弟の方が強いぞみたいな見せつけてやりたいね、顔見るとほら、そろそろね、チャンピオンズリーグに出場するっていうことにも慣れてきて、まあ、去年はね舞い上がってたと思いますよ、この顔、もううなずいてるうなずいてる、やれるぞ俺はみたいな、もうむしろもう何も感じない、この黒人選手もう何も感じない、
サッカーへの喜びなどはもうないですってね。ムバッペやばいね。ムバッペ、カバーニ、ベラッティ、ネイマール、なんかもうかなり落ち着いてるよ。この試合はお兄ちゃん、ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第2節。お兄ちゃん来た、お兄ちゃん来た。現在は前半が行われています。ぶん殴れお兄ちゃん。このクラブのうちのどちらかがノックアウトラウンドに駒を進めるかもしれません。いや、そこ見せてくれないの？そこ見せてよ。ね。しゃ。ネイマールの。短いパスでボールを保持するポゼッションが高いチームだそうですが、この試合の注目すべき点もお願いします。はい、素早いショートパスによるボールキープ力はもちろん注目すべきですが、オフザボールの選手の動きもよく見ておくと面白いかもしれません。出てないやん、テリー・ウィリアムス。マジ？え、マジ？最後に出てくるの？こちらがレスター・シティの先発メンバーです。サブのくせにどうやってたのかよ。なんだあの兄貴、ただ性格悪いだけじゃん。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。こっちはスタメンだから。マジ？あれセンターバックで出てた？さあキックオフです。センターバック出てないよね多分。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ、あ、ウェア出てるじゃん、テリー・ウィリアムス出てた。ごめん、始まりました。前節を落としたクラブはここでの勝ち点確保が必須でしょう。ベン・チルエル、オッケーオッケー、あ、いいね、あ、いいよいいよいいよ。ボールを取りました。ウィリアムスにさ、さあどうする。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お前よ、おい、金返せ。なかったか。ボールを失いました。オッケーオッケー、お兄ちゃんへの必要なプレス、ね、ネイマール。ボール持ってね、お兄ちゃんへの必要なプレス、プレスというか絡んでるだけだけど。このクロスはキーパーが弾き返す。オッケー、勝つぞ、絶対勝つぞ。お兄ちゃん、いや、チアゴシンバ強。チアゴシンバ後ろからグン行ってきたぞ。あ、やばいやばいやばい。素晴らしいセービング。兄弟対決もそうだけど、しっかり守ってくれ。パリサンジェルマン、お兄ちゃん上がってるぞ、これヘディング。あ、お兄ちゃん来た。エリア外にいる味方へ。お兄ちゃんひよってんな。ムバッペ勝ち越したい。オッケー、これ間に合うね。オッケー、ボールをサイドへ振りました。あー、勝てないか。ラサナディアンが顔を出します。チャレンジしていこう。おらー、なめんな。うまく読んだインターセプト。その後すぐねロストしちゃいましたけど、お兄ちゃんと対決させろ早く。ライビン、パリサンジェルマン強えな、マジで。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。パリサンジェルマンマジで強えな。ラサナディアラが寄りすぎ、ディフェンス寄りすぎ、ディフェンス寄りすぎ。オッケー、ネイマー、ネイマー、怖い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 、クリアしろ。あぶねえ、止めなければ入ってましたね。パリサンジェルマンがコーナーキックを獲得。安いスーツ着やがって。ムバッペのこのシュートはちょっとビビったな。もうちょっといいコースだって入ってたね、ボール1個分上とかさ。え、コーナーキックだった今。お兄ちゃん上がってる。お兄ちゃんだけ気をつけて。ちょ、お兄ちゃんの総合値見たいね。パリサンジェルマン強すぎだからな。ここから出たら勝てたらビッグニュースだよね。ネイマールのコーナーで再開。ムバッペ決まりました。先制点。キーパー何してんの。ボールを支配し得点を奪いました。今何してんの。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。ジャンプしたら触れてるんだ。パリ・サンジェルマンが得点しました。セットプレーはかなり練習しているようですね。右サイドからいいキックが入りました。ボール見失ってるもんな途中で。こちらのカメラからの映像です。見て見て、ここもう ここ見失ってるからな。全く遅い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 ね。お前申し訳程度のセービングするみたいなジャンプでしたね。いや、こういうさ、兄弟対決以外の選手に水差されたくないわなあ。アドリアン・シューバ、これね、皆さん結構コメントでね、いやもうワントップなのに下がってきすぎだって言うけどね、マジでそう下がらないとね、マジでこれマジで攻めれないから、全くビルドアップ全然できないこいつら。頑張れ頑張れ頑張れ。このダニー・ウィリアムスとテリー・ウィリアムスの兄弟対決ですが、オッケー、ターゲットマンとレンガの壁に例えられるほどの屈強なセンターバックのマッチアップに注目が集まっています。さあスペース、テリーはここのところかなり激しい発言を繰り返していますね。弟を精神的に揺さぶっているんだと思います。経験豊富なのは当然テリーの方ですね。怖いよ怖いよ。2010年からインテルのディフェンスラインを支えていました。お前ら怖くねそれ。何より偉大な弟などいないという人もいますが、どんな結果になるんでしょうか。味方の選手が寄ってきました。ああ
シュート、よし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 、いいよ。なぜかシュートが入りません。なぜかっていうか、このシュートは入ったと思いました。これ決めよ、これ決めよ。キッとしましたね。オルブライトンのコーナー、このコーナーキックはキーパーが弾き返す。いいねいいね。さあ来た、おお、いいシュート。ゴールなりません。ただ悪くないシュートでしたよ。次は決まるかもしれません、うん、次は決まるかもしれない。あ、めっちゃいいシュートじゃん。もうちょっとで入ってたね今ね。ブッフォンいるの地獄だなマジで。パリ・サンジェルマンといえばキーパーがちょっと弱いみたいな、ケビン・トラッピーしかいないみたいなさ。ボールをキープしているのはウィリアムス。ネイマールが抑えます。ブッフォンいるもんね今ね。ラスタラ・ディアラ、ディアラ、どんどんもうちょっと積極的にプレスかけていこう。カバーニが負けてるぞ。オケナイス、ボールを失いました。フィリップ・ベルナルド、それきついだろう。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。来た、スペースにスルーパス。あー惜しい。決めろお前、そこはエースストライカーだろう。オルブライトンのコーナー、いいボールでしたがここはクリア。今のもね、よしよしよし。レスター、クロス上げ、サイドをつけそうです。クロス上げれるか。中にダニエル・ウィリアムスがいる。いいボールを入れてきましたが、ま、ここはクリア。クロスの要求で評価下げるのやめてほしいな。怖くても要求できなくなっちゃう。ブリアン・ドラクスラー、あーあー、よしよしよし、いいよ。守備でもね、俺は守備でもね頑張るでみたいな。ゲザリ、フィリップ・ベルナルド、サイド、サイド、来た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 よ。いやぶつかってる。ピケピケ、何のピケ、グーが両足行かれてたぞ。落ち着け落ち着け、そうだそうだ、これは勝てなそうだね。ここはクリアされました。中盤でボールを受けました。終わり。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。あそこ決めとけば同点だからね。後半にかけよう。後半悪くないよ、攻めれてないことはない。グループステージ第2節、ちょっといい流れになってきて、後半開始のホイッスルが鳴りました。見応えのある前半でしたね。よっしゃ、勝てないだろうな。後半も同様の展開を期待しています。おい兄貴、ラサナ・ディアラが顔を出します。ネイマールが絡んでいきます。アドリアン・ラビオ、ここにダニエル・アウベスがいます。サイドを限定していく。いや限定できなかった。ここにはラスタナ・ディアラ、怒られる、怒られるぞ。ボールを運びゴールに襲いかかります。ナイス、ルーズボールになった。怖いなそれ、蹴っていいよ。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め、ね、お、ナイス。前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。出した、来た、行け、行け、いや無理か。おー残念ながらゴールには繋がりません。兄貴足遅くない、兄貴足遅いぞこいつ。ダニエル・アウベス、兄貴、テリー・ウィリアムス、おれ兄貴、おい削っていくぞ。ゲームを作るパス、またまた通ります。よしよしよし、絶対兄貴ね、好きな。ウィリアムス対決はここまでテリー・ウィリアムスが見事に抑えています。いや抑えてるっていうか、ここまでは試合前にテリーが言った通りになっていますね。やめろ、はい、テリーが言った通りとかやめろ。なんとか弾き出す。なんでもよかった説あったけどね、まあ、後ろに目ついてませんから。られるでしょうか。後ろフリーだったとか怖いから。キーパー行け、反応、ナイスナイスナイス。ここはキーパーが見事に対応。ちょっとね、タッチ終わります。怖さを感じるキーパーね。ハリ・サンジェルマンのスローインです。キーパーの対応今日。ウィリアムス呼ばれてるよ。フレッシュな選手が入ります。気合十分。タックルを3回決める。え、それでいいの。え、点じゃなかった。点じゃなかった。タックル、え、センターバックのお兄ちゃんとディフェンス対決ってこと。枠を外れます。それこんな顔なるわ。俺もういらないじゃん、俺じゃなくていいじゃんみたいな。だったらセンターフォワードにセンターバックの選手入れろって感じだろうね。悲しい顔してたわ。ベン・チルウェル、いいよいいよ。マーク・オルブライトン、あー、これは惜しい。オフサイドです。お、出てきた。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。どんな活躍をするのか、流れ変えてくれるかな。グレー、サイドバウイングかな。オッケー、あ、これは見事に奪いました。ちょっとね、また相手が攻撃する時間が増えてきてるよ。
プレスかけて、さあパリサンジェルマン、オッケーオッケー、取れるだろう、無理か、ちょっと消極的なパス回しです。いい攻めすんな、マジで。前に出しました、マーク・オルブライトン、早出せ。イボーラ、ダニエル・ウィリアムス、あ、相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。すいません、あ、ナイスナイス、取れないか。ウィリアムス、オッケー、攻撃に移りたい、いけ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 、危ない危ない、助けてあげて、ファール、よしよしよし、レフリーがフリーキックを指示しています。これあるぞこれあるぞ、与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。ああああ、惜しい、ギリギリで対応、さすがブッフォン、バーを越えた、これはコーナーキックになりました。頼む頼む、俺に出してくれ、試合を振り出しに戻すチャンスです。ウィリアムス、惜しい、コーナーキックから得点が生まれた、悪いタイミングだったけど、いいヘディングの評価いただきましたね。ゴールになってもおかしくない攻撃でした。惜しかったですね。ヘディングの時だけちょっとタイミング違うから覚えとかない。交代のリスク来た、さあ攻撃を作ります。そんな恥ずかしいこと、攻撃の中心です。さすがにマルコ、さすがに今日だけやめてくれ。来たー、カットしました。ここはどうするでしょうか。いけ、無理か、無理だ、ギリギリのタイミングのパスはちょっと勝てねえな、完全に抜けてる状態とかじゃないと。チアゴシルバ、ダメだわ。マルキーニョス、80分、お前ら行こう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 、オッケー、サッカーの基本ですね。タックルだったね、みんなでしっかり繋いでいます。俺の仕事はタックル。スタジアムは大歓声、戻るかすごい熱気ですね。へへここはチャンスですからね。相手にも大きなプレッシャーを与えています。ここ1点取ろう、1点取ろう、上がっ、なんでそのパス、俺はタックル、おい、されました、タックル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 、まだまだ試合は予断も許しません。監督に言われたことだけ最後やれ、もう勝ちは関係ねえ、勝ちは関係ない、惜しい、タックルタックルタックル、タックルさせてくんね、おら、タックル、よしよし、ホアキンガロ、ここベンチルエル、ベラッティが呼んでました、カウンターのチャンスです。ちょっとうまびっくりしたな、俺の仕事タックルだったんだって。タックル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 しにけ、タックルタックルタックルしにけ、タックルしにけ、タックル、危ない、絶好のチャンスを逃してしまいました。攻撃あるかな、ここは決めておきたい、バーディーできた、ちょっともったいないですね、遅いな監督、俺に蹴ってくれ、俺に蹴ってくれ、絶対に勝つ、負けたー、チアゴシルバ強え、試合終了の笛があり、タックルでした、パリ・サンジェルマンが勝利を収めました。タックルと何回か、2回くらいはあったかな。フランスのサポーターに重要な勝ち点3をプレゼントしています。チームも勝利しましたが、ヘリー・ウィリアムスもしっかりと仕事をしましたね。こっちの監督かな、安全に試合をコントロールした上、弟との対決でも明らかに経験の差が出ていました。いや2回かね、果たして次の対決でも同じような展開になるんでしょうか。もうその次の対決も含めてチャンピオンズリーグのグループ、お前はちょっと気合を見せろと。さあメンツを保てみたいな。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第惜しいヘディングあったけどな、勝てなかったな。これが入るのは、これが入るのは納得した。これ止めて、あのコーナーなんで止めれないのと。あ、でも評価いいね、評価軒並みいいですね。いや、お兄ちゃんインタビューでなんか言うのかな。いや、でも言うてお兄ちゃんもそんな仕事してないよ。うん、チャンピオンズリーグでの兄弟対決は敗戦に終わりましたが、はい、コメントをお願いします。酷やな、こっちだ、うん、兄貴はラッキーだった。そうだ、こんぐらい言わないと。次にやるときは二度とあいつの好きなようにやらせはしないと誓う、うん、今日の結果に関わらずあなたのチームの方が強いと。当たり前だろ。もちろんだ、俺たちが強い、誰が見ても明らか、誰が見ても弱かったよ。なるほど、どうもありがとうございました。引いてるやん、記者こいつ、アホやな、見えてねえなーみたいな笑ってるで、ちょっと勝てませんでしたね。まあ勝てないのもそうですし、ちょっとお兄ちゃんとの もっと対決をね、見せ場を作りたかったところですけど、できませんでした。まあでもちょっといいとこあったけどね、あのヘディングの精度を高めていきたい。あれ多分タイムドフィニッシュ動画、タイムフィニッシュだっけ、タイミングフィニッシュだっけ、タイミングフィニッシュだ、うまくやれてたらね、点入ってた可能性もあるんで、順位やばくない？
アヤックスが1勝してんのか。で、あ、俺たちが引き分けたシャフタールにアヤックスは勝ってんだ。アヤックスの方が上なんだ。で、これ勝てばギリいけるか。シャフタールドネツク、あ、でもシャフタールドネツクがさ、パリサンジェルマンに勝つことないだろうから、次勝ったらいけますよ。まあ、気持ち切り替えていきましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バー、まったねー。まったねー。